唐突に切って唐突に始めてしまったパート4ですね。やる？あんまやる気ないぞ。パート3で切るつもりだったんだけど、寝るをしたらもう即次の日が始まってしまったので、しぶしぶパート4やっております。こんなクオリティの動画を上げてはいけない。だらっとしてやっちゃってますね。なんかないか、なんかこの服とかさ、自分が入れてないよな絶対。そんなシーンがなかったもん。シャツ綺麗に畳まれてらっしゃるやつ、白シャツが綺麗に畳まれている。学校とかもうないんだよね。年的には大学1年生の年って感じだから。なんて書いてある。あ、店長。ま、なんて書いてある。魔人マガジン。魔人か？魔人？何も得るものなしと。一応こっちの右側をチェックしてなかったような気がするんで、右側を開けてみよう。左側を開けてみよう。まあ見る限り何もないかな。やっぱこっち最初見たか。いやー、もたもたしてますな。こっちはここはチェックしたけど、やっぱ横押せないか。まあこれだけ全部チェックしたかな。ベッドの下にいる本はないね。よし行きましょう。電気消してから行こう。電気消せない。もたくさしてますな。ここ開ける。いや、よくできてるんだけどさ。よくできてるよ。でっていう。でっていう感が強いね。全部見ていくかい？いやー普通の実況ならここはもうカットだよ。なんかアイデアだけ取りましたみたいになっちゃうわ。この自由さがシェンムーですね。このシェンムー自由すぎて。多分これイネさんの部屋だね。なんかもうちょっと可愛い女の子の部屋とか漁りたいよな。夢があるよな。その方がまだ夢がある。これただただおばあさんの部屋をこう漁ってるだけっていう。なんかあるでしょう。ここはまだ写真があるよ。ゲットするでしょう。これはハツキ家の写真でも、イネさんとか使用人だしさ、福さんはあれじゃん、福さんにとってはただの弟子じゃんね。はい、写真勝手にゲット。人の写真なくなってたらびっくりするよな、これな。多少なりともびっくりするよな。どこにあの写真行ったんだろうって探すよ。しかしここはもう、知ったこっちゃね。おっと、ここも開く。しかし何もない。大丈夫か？この動画。ただただ家を荒らしている。ここがで福さんの家。福さんの部屋は、まあ、特に何かあるわけでもなさそうだな。迷宮止水。とりあえず外す。何もない。
チェックするもんな。もしもそこにさ小遣いとかあったらどうすんだろうな。ゲットすんのかな。このこれのポスターまでは外さない。細かいね、よくできている。お、鍵狩り、鍵狩りの技書。こういう感じ、確か技を覚えていったんだな。割れー、この豚を割ってしまえ。うおー、割れないね。もう半分これも泥棒だよな。プライバシーも何もない、プライバシーも何もない。しかしな、しかしこの野郎とさ、野郎とおばあさんの部屋を漁るだけっていうのが、なんともなんともロマンスがねえな。まあ犯罪めいてなくていいと言えばいいか。福さんじゃない、稲さん、はい、稲さん、なんか飯くれ、飯。稲さん、10時だが。誰か中国人知らないかな。誰か中国人知らないかな。中国人ですか。何をなさるおつもりです。ほんまやよ。いや、ちょっと。そうですか。ああ、中華料理のご。アジイチか。他に。アジイチ。わかった。割と結構。ザル。とりあえず手に取っては見たが、このザルに何か攻略のヒントはなさそうだろうな。夜間。いやー、不思議な人だよこれは。なんか勝手に厨房に入ってきて、勝手にってまあ厨房ぐらい入っていいけどさ、台所に入ってきて、このやたらめったらこの何かねえかと漁ってるっていうのは相当おかしなシーンだよね。こんなとこまで調べられたんだね。それは俺は。なんだ、ゴキブリか。はい。こんなとこまで調べられたということを知らなかった。ほい。これに攻略のヒントはないと思うぞ。ね、調べれるものが多すぎる。ミルクだ。そういえば猫の餌になるかもしれないな。おお、よし、持って行ってやるか。なんか下に寿司が見えるんだな。寿司が多少疲れてきたぞ。どうなんでしょうね。すりこぎがある。やっぱもうちょっと喋りがまだつたないな。多少というか、そのこういう風な何もないシーンでも喋り倒していくっていうのがやっぱ真の実況者としてのあり方だろうということか。まあ、まだまだその半畜だな、半人前だな。煮干しも手に入るよ。そういえばあの猫食べるかもしれないな。よし、持って行ってやるか。えらい、もうすごいね。なんだかもう一応このなんとなく調べてみるかというノリで調べてるのに、それなりにストーリーに関係しそうな煮干しとミルクという2つのアイテムを手に入れたね。一応冷凍庫を見とくか。いやいやもったりしたゲームだな。あ、回想シーンが確か人参残すなみたいな話があったが、あ、亮、お前がまだ眠っている時間から農家の人は働いている、うん、人参の収穫も一本一本丹念だな、うん、それをお前は粗末にできるのか。うん、僕
べるよ。肝に銘じておけ、最近の若者は。この寮の親父のことをな。いやー、ちょっとこれはあれだな、子供ながらに昔やった時にこのシーンは割と覚えてる。残さず食べなさいよという教えですね。好き嫌いせずに残さず食べなさいよという教えがここに詰まっていますね。なんかねえかな。なんもねえな。まあな、残す、まあアレルギーとかはそれはもうしゃあないにしてもな、好き嫌いはいかんよな。好き嫌いはまあ椎茸だ、食べられないんだけどな。そうは言っても椎茸は食べられないよ。時計もちゃんと動いてんだよ。ほんとよくできてる。ほんとよくできてる。もういいよっていうぐらいちゃんとよくできてますね。もう家から出られないもの。一応これも外してみては、つけてみて。いや。もう多少ギブアップだよな、ここまで、ここまでいろいろできると。もうあとこの4部屋見て回るのがめんどくさい。お手洗い、はい。はい、何もチェックできるものはありません。覚えてりゃいいんだけどな、なんか。何も覚えてないから、とりあえず全部チェックして回ってる。これ仏壇とかあったような気がするな。こんだけ見て回ってないのは仏壇ぐらいのもんだからっていう。誰の部屋だここは。とりあえず電気つける。いい。ポチ。あら？壊れてる？あら、壊れてるな。電気がいるんじゃねえか。違うか。こういうのにありがちなあれか、あの真ん中のやつとさ、あのスイッチが別だからさ、こっちつけたからってこっちがつくわけじゃないみたいな。よくできてるな。本当によくできてるな。不行不屈。何もない。もう今日こういう回にしてもいいですか。縁側かな、書斎っていうことでいいのかな。なんかありそう。さすがに、ちょっと待って、あそこのあの、なんて言えばいいのかな、カゴの中になんかありそう。これは何かあるでしょう。あった、宗神の技書。めちゃくちゃチンタラやってるな。ちょっと待ってくださいね。宗神の技書、手技みたいだな。手技、宗神を習得しました。はい、宗神、まさに王伝として伝う。引きて敵を欺くこと一拍、転じて間合いを詰めること二拍、かの首に両の手刀を落とし規則を断つ。長ずれば片手一刀にて、片手一刀にて、これが読めんな。ゼラン、タイラン、引くっていう字っぽいけど、伝滑殺自在にして刹那の試合を制戦と書いてある。状況に応じて使うことができる。 Y ボタンと A ボタン、
YA、うん、次足技みたいだな。足技みたいだな。これなんか使いやすそうだな。パッと見しかもさっきと字が違う。影狩りは歌詞の技法なり。太ももより伝う。太ももかな。寸法持ちて読めないから借り変え変えひ何低くだな。すんて持ちてなんたら低く進みて攻めしその動き疾風とならん。足刀速度にてかかとかなを蹴り切り。善という字に読める。膝か膝を刈るか。ひとたび縁を生ず線かを生ずれば地に落ちる敵の影を刈るがごとし。はい、いやー私を読んでいくのはちょっとしんどいな。しんどいな。なんかあるでしょうこういうのって。さすがになんもないね。期待されさせといてなんもない。そのドラクエとかさ、まああんまりやんないけどさ、ファイナルファンタジーとかさ、ここまでめんどくさくないよな。人の部屋に入ってさ、いろいろ探るにしてもさ、ボタンを連打したらもうわかるって感じで、一回一回のこの動きがさ果てしなく。その壺をチェックしたいんですが、壺をダメかな。壺はチェックさせてくんないかな。あ、いけた。なんか中にないかな。ひっくり返したりできない？できないね。いや今日も このパートはずっと家の中を探してるっていうことでいいかな。進みの遅い。技書2枚と、ミルクと煮干しを手に入れた回ということで、そういうことで。いや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 、まあ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 、お線香上げていきましょう。いちいちやってくれるんですね。チーン。いちいち。一回ちょっと間違って手が振ってボタンを押したら。やつらは俺が。やめとけって親父も言ってるよ。位牌の中から言ってるよ。やめとけ。友を大切にしろ。マッチ。多分手に入る、このマッチ。マッチって書いてある。MATCH マッチ覚えた。明日から使える英語。ちょっと待って、あれ、この線香に火はつけられんのか。あ、つけられんな。やめとこう。ろうそくあるんじゃなかったかな。これゲット できるね。マッチとろうそくもゲットした。もうこの仏壇に用はない。仏壇というか仏間に用はないでしょ。これだけアイテムをゲットしたらもう仏間に用はない。この菊の花は何もないか。まあなんかありそうな感じはあるけどな。仏間とか大切風のアイテムがありそうな気はしますけども、それもろうそくだけどな。うわあ、もう19分か。恐ろしいな。てかもう仏壇、あ、まあそうか、別に父親以外のねあれも含めての仏壇だよな。人な、亡くなって数日でもう部屋に仏壇があったら驚くわと思ったんだけど、まあ、そんなでもないかな。さあとこの部屋をチェックしたらおしまいですよ。いやいやいや、お付き合いいただきましてね、この
この部屋荒らし動画を落ち着きいただきましてね。これなんかないか。基本的にこれはなんかひっくり返したらできないね。あ、できた。あれ、なんもないね。ちょっと待ってよ、さっきの部屋のやつぼはひっくり返すことができんかったのかな。ちょっと心残りがある。うわめちゃくちゃ今めちゃめちゃこれを見てる人はイライラしてるはず。もう一回連打してるから戻してるんだ。よし。でひっくり返し、なんか何もねえし、何もなかった。もうもたもたしてるな。この回はもうここまで見てくれた人は本当に申し訳ないとしか言いようがないな。見なかったらよかったな、この時間。あ、コメントに動画の説明に書いとこう。この動画本当に荷物探し、部屋あさりしてるだけなんで、特に進展もないし、飛ばしてもらって構いませんっていうことで言っておこうか。あと指は切られないしな。もうあらかた見たぞな。あらかた見たなと思っても、まだほらこうやって、もしもここに重要アイテムがあったらどうすればいいんだろうな。多少怒ってもいいんじゃないかと。こんだけ部屋を漁りまくってさ、逆にもうあれか、こういうところにはないかもしれんけどな。ここも見たよな。見てないのはこの掛け軸の裏とか。うん、なんもね。じゃあこの手紙を読んだら今回終わりにするか。なんとなくこの手紙が机の上に置いてあるんで。あ？読んでくれたりしないんだな。これ手に取ったりしないし、読むこともない。まあいいや。両へ。武術の道を歩む者は己の信念を全うするため死することも覚悟しなくてはならない。信念に死、それが私の生き方。亮、お前も己の信念を胸に道を歩め、そして極めよ。軽くリーショっぽいね。こうなる運命を受け止めていた感が強い。なんとなくあれだね、人の恨みを買ってたっていうのは父親はもう分かってそうだね。そしてお小遣いをもらっていいですか。お小遣いをもらっていいですか。これです、これ。あ今何分、24分。まあ立ちが、いつもありがとう。歩いたら勝手に金手に入れてくれるんだね。よし、それじゃあ今日ここまでにしてきますか。ここまでにレジウムってやつでストップにしとこう。コンティニュー次からいけるからね。いやー、今回は実りの多い自動画でしたね。実りの多い個人的には実りが多かったよ。コントローラー落としてしまった。牛乳と煮干し4個、牛乳1本、煮干し4個、マッチ4つ、そしてろうそく6本、電池もあると。いやー、よくできてるなよくできてるな。はい、ちゅうことでね、パート4でした。
次はもうちょっとサクサク進めていくんでね、お許しくださいませと。いや止まってるよな。あ、止まってる止まってる、よかった。こうやってタイムしてる間にももしかしたら時間が進む。いや全然時間進んでる進んでる進んでる、恐ろしい。ここの針見て、あ、止まってるなと思って、こっち見たら全然時間進んでるわ、怖。無駄なおしゃべりしてる間も時間が進み続けてるんですね。じゃあ、 まあここまでということで、ここまでということにしましょうね。止まってるね、さすがに。ここは、あ、ここは止まってるわ。よし、パート4でした。パート5でね、あまりにもね進みの遅い動画ですけれども、パート5でまたねお会いしましょう。ほいではまた次回。